8月から兵庫に復帰した小牧太志騎手、56イコール中塚が、6日のソノダメイン 11R、ソノダオータムトロフィー TR クリスタル賞、ダート1700メートル、デファッシネイトパイ、オスさん、タコウマ、に騎乗して勝利し、兵庫復帰後に初めてメインレースを勝利した。表彰台に立った小牧騎手は、ナイター競馬なので眠たくなってきましたが、馬がよく走ってくれました。笑い。 と最初に場内の笑いを誘った。しかし、前の馬、リケアサブル、が強いのは分かっていたけど、手応えは良かったし、行くしかないと思って仕掛けました。乗り味はいいし、あとは落ち着きが出てきてくれたら楽しみですと絶賛。明日7日が57歳の誕生日で、自ら前祝いも果たした形になった。ファッシネイトパイは8月に兵庫へ転入してから2戦2勝。 今回の勝利で10月10日に行われる兵庫三冠の最終戦、園田オータムトロフィー、ダート1700メートルの出走権を獲得した。半径は18年 JBC クラシックなど重賞を10勝したケイティ・ブレイブという両決馬で、偉大な兄に続く活躍が期待される。